今回は三菱ふそう、現三菱ふそうトラックバスの大型トラックザ・グレート・ダンプの1991年のカタログを取り上げます。ザ・グレートは1983年から1996年まで三菱自動車工業が製造販売していました。なお校内専用車としては2001年まで製造されていました。寸大の F シリーズが1983年にフルモデルチェンジした際にザ・グレートと車種名が付けられました。仙台 F シリーズのシャープな直線カットデザインの流れを引き継いだような外観に加え、丸型ヘッドライトから角型ヘッドライトに変更となり、より角張ったシャープなデザインが際立った外観が特徴のトラックです。今回のカタログのザ・グレート・ダンプは1989年のマイナーチェンジの際にフロントグリル周りが変更された中期型のモデルで、 FV6×4 後ろ2軸 9.75 から10.75 トン、 FU6×2 後ろ2軸11から 11.25 トン、 FP4×2 8トンとなります。V8 エンジン 8M201 2089cc 400馬力無荷給ならではの加速発進、高トルクの粘り強さを発揮します。当時国内最高の400馬力カーゴダンプで初めて400馬力を達成したエンジンです。 V8 エンジン 8M202 2089cc 375馬力V8 エンジン 8DC11 17737cc 355馬力直力エンジン 6D22 11149cc 225馬力などのエンジンを採用しています。エンジンの圧縮率をブレーキ力に変えるパワーダートブレーキを採用。マイナーチェンジ時に採用されたスーパーフレーム、フレーム強度がさらに増しました。1991年のマイナーチェンジ時に採用された電動格納式ミラーステー、電動格納やリモコンミラーなど操作しやすいパネルレイアウトで無駄な動きを省いた操作系。2名仕様には大型センターコンソールがマイナーチェンジ時に追加されるなど、より快適性が増しました。安全運転のためのオプションも充実。ハイスペックダンプは V8 エンジン 2089cc、 燃料タンクは標準モデル200リットルに対して300リットル、メッキグリル、メッキバンパーなどを装備していました。オプションでメッキなどの外装カスタムも純正で用意されていました。豪華な内装カスタムも用意。ザ・グレートは1993年7月にフロントグリルの変更、プロジェクターヘッドランプの採用などマイナーチェンジが行われ、後期型となりました。その後、1996年5月まで生産され、スーパーグレートにフルモデルチェンジされました。これからもまだまだ更新していきますので、次回もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。